中節橋。中節橋は、岐阜県岐阜市の長良川に架かる、国道157号、国道303号重複の、厚生アーチ橋である。補強工事や、欄干の取り替えなどが行われているが、その姿は1948年、昭和23年の仮設当時と、ほとんど変わっていない。下記は1948年、昭和23年の春工事のデータである。 明治の初め頃まで長良川には橋が架かっておらず、現在の中節橋付近は、中節の渡しと呼ばれる渡し船で右岸と左岸が結ばれていた。長良川には1874年、明治7年2名7教、長良橋が1881年、明治14年5月に川渡し橋が架けられたが、岐阜町、当時と周辺農村の往来が多くなると、 新たな橋の架橋が求められるようになった。出資者、約10人により、資本金1万5千円の株式会社が設立され、1884年、明治17年5月に、現在の中節橋より270メートルほど、上流に走行費6500円で中節橋、初代がかけられた。通行量を取る、鎮取橋で、一人五輪、馬、 人力車は2線が徴収された。1898年、明治31年には、初代の下流、現在の中節橋より150メートルほど上流に、架け替えられた。この橋梁も、鎮取橋で、他の橋が県費で架け替えられて無料化される中、岐阜市で最後まで残った鎮取橋だったが、老朽化が激しくなり、無料化による利便性向上も望まれたため、 県費で掛け替えられることとなりに1917円で買い上げられた。1912年、明治45年、県費5万1543円が投じられ、中節橋2台目と同じ場所に、木鉄混合平行原プラットトラス橋の中節橋3台目が完成し、無料で通行可能となった。1936年、 昭和11年12月に着工された長良川、上流改修工事で、長良古川、現在の早田川、小川、現在の正木川が締め切られ、合わせて長良川、本流、井川の川幅も広げられることとなり、中節橋付近も、右岸堤防が北に約100メートル広げられたため、1937年、昭和12年に中節橋、三代目の北側に、 約100メートルの土橋をかけてのした。この中節橋、三代目も、老朽化が著しく、荷重や交通量に耐えられなくなり、鋼鉄製の永久橋にかけ替えられることとなった。当初計画、第一次計画では、番桁部分を鉄筋コンクリート桁としたもので、1939年、昭和14年1月に着工したが、太平洋戦争の勃発で、鋼、 セメント等の主要資材の入手が困難となり、1942年、昭和17年9月に、橋台、橋脚などの株工が完成した状態で工事は一時中止となった。その後、竣工した橋脚間に新たに、木造橋脚、株鉄筋コンクリート井筒10基を設置して、道橋、木造ハウト高道橋、木造ラチスを並列仮設する設計、 第二次計画に変更し、1944年、昭和19年7月に着工したが、翌1945年、昭和20年7月9日の岐阜空襲で、橋梁用材の大板が消失して、工事は再度中断した。この間、急遽は、幾度かの修繕を重ねて、戦時中の国史に耐えてきた。第二次世界大戦後、将来の自動車交通量の増加を見越して、 再度設計を変更。1947年昭和22年6月に取付道路同年11月22日に上部工の工事を再開し、1948年昭和23年7月31日に初版の工事が終了。翌8月1日に竣工式を挙行して供用開始した。鋼材の調達が難しかった第二次世界大戦後、 日本で初めて仮設された大規模公共である。4車線のうち中央2車線に路面電車、名古屋鉄道岐阜市内線の鉄道用複線軌道が付設された鉄道道路併用業だったが自動車の普及に伴って路面電車の利用客が減少。2005年、平成17年4月1日に岐阜市内線が廃止されてから自動車、歩行者用橋梁となっている。 長原川の流路、低水時期をまたぐ部分の橋梁形式に、ブレーストリブバランスと、カンチレバータイドアーチ橋を採用。日本に現存する、この形式の橋は、北海道旭川市の旭橋、岩手県市の関市の北上大橋、東京都荒川区、墨田区の白髭橋、および中節橋の4例のみである。路面電車との併用橋であったため、 軌道法に準拠する最後の鉄道道路併用橋となっていた。また、列車通行時には片側に車線の道路が実質一車線となり、朝夕のラッシュ時には橋のたの交差点で混雑が見られた。また、自動車のタイヤがレールでスリップして、他の車と衝突する交通事故も絶えなかった。岐阜市内線の廃止に伴い、以前ほどの渋滞はなくなった。 軌道は2007年、平成19年3月までに撤去されている。なお、中節橋北端の中節橋北交差点は、2018年、平成29年時点で岐阜北警察署管内の交通事故多発場所アースト2となっている。JR 岐阜駅を起点として、中節橋を経由した岐阜環状線までの国道157号を、 含む道路の総称を中節橋通りという。長良川左岸堤防上の初代中節橋がかかっていた箇所に2013年平成25年6月寄贈された2代目中節橋の石碑二柱と説明板を寄付券が設置。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。